昨日終了した大学入学共通テストで県内で1人、数学のテスト中に不正行為があったことが分かりました。大学入試センターによりますと不正行為があったのは県内と東京の会場でそれぞれ1人の受験生が数学の試験中に持ち込みが禁止されている定規を使用したということです。不正行為をした受験生は、 全ての教科・科目の成績が無効になったということです大学入試センターによりますと受験生には事前に試験中に使用してはいけないものを知らせる冊子を配布したり試験会場の机にシールを貼ったりするなどして持ち物に関する注意を呼びかけていたということです大学入学共通テストは今月14日と15日に行われ県内では21の会場で およそ1万5000人が試験に挑んでいました。